レディーズ・アンド・ジェントルメン、本日は千葉県サンフットにてゴーリーウォーズタイトル防衛戦を行います。先日行われたリゼリーグ第4節ゴーリーウォーズチャンピオンのバーサス数々の荒波を乗り越えてきた男によるタイトル防衛戦を行います。それではまずチャレンジャーの登場です。赤コーナー、兵庫県姫路市が生んだモデル界の筋肉番長、ダルビー裕太郎。チャンピオン登場です。青コーナー、なにわの特攻隊長リゼムタコバッ。なにそれバッ。はい、アーキャーキャー強い強い。はい、それでは、本日の審判をご紹介いたします。審判をご紹介、はい、いや、俺無視です。広島の小さいおっさんリザムケイゴこれはね、アルバスタで出てくるめちゃくちゃ早く落ちるやつはい、ということで先日行われたゴーリーウォーズタイトル防衛戦を行います。ルール分かりますか？あれです、バンバン、そうです。はい、ボレーはハーフボレー、長板キックじゃないとダメ。ラインがゴール前、そこはゴーリーじゃん、こっちはこのラインが引いてあるので、これより先に出て攻撃やすくなる。で、先日と一緒でルールは2点マッチの2セットです。1セット2点マッチ。はい、まあ、今日もあの風吹いてるんで、そこだけは気をつけて。フェアプレートお願いします。はい、行きましょう。ハハ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 ハ。本物のキーパーだ相手は。おお、あ、ドルジボール、うまい。うわ、早っ。切り替え、あ、どうですかね。意外とね、いけるのかなと思いますね。正直こんな最速ですね、これは。いやー、ちょっと自分びっくりしました、はい、ちょっとうまくいきすぎてる。はい、ちょっと2セットも怖いんで集中していって、しっかりと勝ちたいと思います。確かに。どうですか、1セット終わって。まあまあ、3ですね。もう、3球で終わってましたバッ。いや、それ何それ何お前、それやってっから勝ってるって。うおタカボール。いや、めちゃくちゃいい。うー、ちょっとレベル高くなってる。うう、はやはや、ナイス切り替え。うわ。ナイスキータカのターンが来ないぞ。いやー
コートとボールじゃんけんですね。最後じゃんけん、ボールか人か。コートね、こっちで。まあまあまあ危なかったわ。最初3球で行かれたから怖かったわ。バッバッ。いやそれ何。やっと体温まってきた感じ。温まってきた。1セット目楽に取って2セット目やられましたけど、いやさすがチャンピオンだなって、ちょっと油断してましたね、あっさり勝てるかなって。どうですか意気込みは最終セット。絶対に勝ちます、もう2本で。うわっやばい。おっと決まってしまうのか。高ボール。これはディスないですよね。もう決めた方が勝ちですね。シャンクスいた。これがゴーリーズウォーズのチャンピオン。さすがチャンピオン。これあれじゃない、ジャイさんへの挑戦権を獲得できたんじゃない。ジャイ勝手に膝が治ってから。確かに一回秋のりともやんないから。それでは勝者の発表をします。第1ラウンド2対1赤ドルジユータ。第1ラウンドですよ。いや0だし2対0です。第2ラウンド2対1青リセムタカ。第3ラウンド2対1青リゼムタカ。チャンピオン。いやファイトル防衛おめでとうございます。ありがとうございます。1ラウンド目終わった時はもうドルジー圧勝かと思いました。3球で終わった。3球で。いやもう過信しすぎたな。ちょっといけると思ったけど、最初いけると思ったけど、もうめちゃめちゃいい試合となった。それは3球だったから。それはいいステータめちゃめちゃいい。ということで、次の動画楽しみください。それではまた次の動画で。せーの。